どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新曲をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京市ヶ谷にあります旨辛ラーメン表裏市ヶ谷本店さんに来ております。こちらのですね、まあ、店名にある通りこの表裏表と裏とあるんですけども、こちらですね、うまさと辛さ、これを表裏一体でこの丼のこのラーメンに表現していくということでね、旨辛ラーメン専門店ということでね、はい、まあ、今日はね、こう旨辛ジョニーじゃないですけどピリ辛ジョニーでいきたいかなと思います。まあ、そこまでね、こう多分あの死ぬほど辛いというものではないんですけども、まあ、比較的ね、あの僕も悶絶するような激辛から、まあ、美味しく食べる旨辛料理幅広く紹介していきたいなと思ってます。はい、今日はね、この旨辛、おそらく旨辛になります。おそらくね、わかんないですけどね、ちょっとどうなるかわかんないですけども、まあ、非常にね、あのこのちょっと人気で、今日はですね、こちらのなんかあんかけの入ったね、極辛ラーメンっていうのにちょっと挑戦していきたいかなと思います。はい、で、一番か一番辛いらしいんで、はい、それにちょっと挑戦していきたいと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。旨辛ラーメン表裏水道橋店、あんかけデラックスプラス味玉、唐揚げはサクッとしていて、豚骨と辛いあんのスープがもちもちの麺に絡んで美味しかったですと。今回市ヶ谷本店ですけども、東京に3店舗、千葉に1店舗、ある、ラーメン店なのでね、ぜひぜひお近くにある方はね、行ってみてはいかがでしょうか。ということで早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速中入ってきたんですけども、これね、いろいろこう様々なメニューがあるんですけれども、一応ね、一番人気メニューはこのあんかけデラックスというメニューで、これね、テレビや雑誌でも取り上げられてまして、結構デカ盛りとか旨辛っていうね、あのいろんな結構 YouTuber さんとかも、撮影しに来るぐらいに結構人気な、メニューです。中にこの鶏の唐揚げがバコンとこう入ってきて、なんともこうインパクトのあるメニューです。で、今回ですね、この、あんかけデラックスに入っているね、この唐揚げをトッピングできるんですよ。僕は今回はね、このあんかけの極辛ラーメンの、ポチカラトッピング、この唐揚げをトッピングしたものを、挑戦していきたいかなと、挑戦というかね、味わっていきたいなと思います。楽しみです。じゃあしばし待ちましょう。あ、来たー、来ましたー。こちらがあんかけラーメン、極辛あんかけラーメン、口から唐揚げトッピングしました。唐揚げはちょっとこうなんか唐揚げもなんか入ってる、あのおすすめなんで、ちょっと唐揚げをトッピングしました。うわ、うまそうだな。はい、じゃあ行きましょう。いただきます。さあ、極辛あんかけラーメン、お手並み拝見ですよ。ということで、ああすごい、野菜増しにしました。これうまそうだな。これ見た感じで入ってください。ナス、もやし、ニンニク、そして、いろいろな野菜に、唐揚げということで、これ楽しみです。じゃあいただきましょう。で、一応ね、このスープに関してはね、大量の豚骨と鶏、香味野菜を大量に使い、じっくり15時間かけてスープを作っているそうで、これ、ね、あと辛みに関してはこの鷹の爪をごま油でじっくり炒め、香ばしさを引き出した自家製特製ラー油で辛みをプラスしているということでね、辛みだけではなく旨みと香ばしさもラー油に溶け込んでいるということで、これは楽しみです。ちょっとスープね、いただきます。うまいな。ニンニクがこれ最高だからたまりませんね。ちょっとニンニク崩して野菜、ちゃんと鷹の爪もこう輪切りにしたのが入ってる。全然目にたどり着かない。うまかないな。やっと目にたどり着きました。なんかね、この特殊な麺を使っているそうで、都内にこの麺を使っているのはこう調理だけぐらいしかないっていう、なんかちょっと詳しくはブログで見てください。なんかあれらしいです、特殊な麺です。もちもち、極辛ですけど意外にサクサク出ちゃいますね。うめ、唐揚げ、サクサク、うまっ。 あと見たところにね、これ、鷹の爪ラーメンっていうこういうメニューがあるんですけども、これもね、カップラーメンで販売されるそうなんで、ローソンかな、やっぱ病みつきになりますね。いい感じにこの唐揚げが
この辛いスープを吸い取って、結構ボリュームありますね。じゃあここで半分ほど食べ終えたところでここで行きましょう。おいからたーい。はい、ここね、卓上にあるこの辛味パウダーをちょっと足しておいからしていきたいかなと思います。じゃあちょっとおいからしたスープいきましょう。あー、なんだろう、おからしだと思うんですけど、プラスカレー風味がしますね、この辛味パウダーは。美味しいな。ちょっと味変になっていますね。カレーラーメンっぽくなった。あ、そして忘れてたんですけど、これナスが入ってるんですよね、これナスが。ナスも、結構ボリュームありますね。野菜も結構てんこ盛り入ってましたから。あー、もうこれね、さらにこれ唐揚げをトッピングするとかなりのボリューム感。そして今回ね、これプチカラにしましたけども、なんでね、このプチカラの上にメガカラっていうトッピングがありまして、これメガカラにするとね、この唐揚げ、どれかい唐揚げがついてくるんですけど、それはだいぶ食べ応えあるんで。あっ、すいません。残すところはこのスープのみ。最後ね、このスープを飲みまして、このうま辛バトルにケリをつけたいと思います。美味しい。まあうま辛とはいえでもね、これ極辛ラーメンですからね、それなりにちゃんとしっかり辛みもあります。しっかり辛みもあってうまみもある、まさに表裏一体ですね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。うま辛ラーメン表裏市ヶ谷本店さんのあんかけ極辛ラーメン、辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。はい、最後の辛味パウダーを足したのが、まあ、辛さレベル6といった感じですけれども、まあ、非常に、ね、この特製のラー油を使った、このうまみと辛みが非常にこうバランスの取れた、スープで、スープもね、非常にこの野菜と、豚とこの豚骨と、鶏の旨味がじゅわじゅわじゅわと染み渡るスープで非常に美味しかったですね。あとね、こう唐揚げもトッピングしましたけれども、非常にサクサクで、非常にこう食べ応えのある好きです。野菜ももりもりのマシマシだったんで、まあ、野菜はね、無料で野菜増しとか、普通とか少なめとかできるんで、好みに応じたという感じですけど、今回ね結構、マシにしましたけども、あれいっぱい、まあ、でも非常にこうおすすめなんで、ニンニクもあってね、非常にこうスタミナ、メニューかなと、野菜も摂取できて、ニンニクパワー、そしてこう辛いもので暑い夏を吹っ飛ばす、そんなメニューかなと思います。はい、それでぜひね、激辛マニア、そして今からマニア、ラーメン好きの方はぜひお越しいただいてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。Don't feel fucking at me. Don't feel fucking